10月に主流の生検をして、病理検査は、良性の死亡腫でした。手術をした後は毛を買ってしまったので、ツルツルでしたが、徐々に毛は生えてきてます。良性だったので本当に良かったです。肉球が乾いているので、ワセリン塗ったことがありますが、 かなり嫌がって舐めて全部取ってしまいました。猫が被ってるのは去年のユニクロのダウンです。ザイスに置いていたら猫が潜って暖かかったみたいなのでそのまま猫用になりました。